何時悔い改めし幽谷の剣客我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与える。これや。お役に立てればよろしいのですが。なるほどな、こうなっとったんか。販売ルートがここまで揃っとるなら怖いもんなしや。すぐにでも帝都に乗り込めるわ。ご依頼の内容は帝国でのオーブメント売買の実情ということでしたので、現地の販売店を中心に調査させていただきました。うん、よう揃っとる。せやけど問題はリベールからの足やな。国際定期便はボルドーのおっさんが押さえとるし、そうですね。国際定期便の積載量 40% はボルドー家の優先契約となっています。しかし最近では定期便以外の個人輸入業者もありますし。こちらが追加資料になりますわ。お、準備ええやないか。今回は少し調査期間が伸びてしまいましたからね。こちらはその分のサービスです。合わせてお持ち帰りください。相変わらずええ先読みや。どや、うちに来ひんか。給料弾むで。ミラノさんにそうまで言っていただけるとは。ですが生き馬の目を抜くような商売の世界には私は向いていないと思いますよ。何分気が小さいですからね。おもろい冗談やな。まあええわ、ぼちぼち考えといてや。お疲れ様ですわ。ああ、そや、所長班。次の調査も頼んどこうかな。シモン君にさせとるんやけど、いまいち不安があるんや。ねえ、構いませんよ。また、国外市場の調査でしょうか。そうそう。お、ええもんがあるやん。ここや。オレド自治州ですか。まあ、あんな小さなところに。
小さいからこそシェアが取れるんやないかい。国際定期船も一応通ってるし、まだ誰も手出してへんさかいな。なるほど、市場規模の可能性を探るというところでしょうか。調査のターゲットはオーブメント市場に限りますか、それとも市場全体で。全体の調査や。どや、できそうか。お任せください。まずは近隣の常駐スタッフに連絡を取ってみましょう。よし、決まりやな。来週また来るさかい。詳しい話はその時するわ。ほなな。お待ちしております。お気をつけて。オレド自治州か。少し内陸になるな。確かあの辺りにはレインズ兄弟がいたはずだね。ええ、後で連絡を取ってみますわ。よろしく頼む。さすがはボース商人と言うべきか。ミラノさんの依頼はなかなか先進的で面白い。所長に比べればまだまだですけれど。それは買いかぶりすぎだよ。カノーネ君、次の方を。了解ですわ。やあ所長さん、いつもすみませんな。また少し市の財政のことで相談に乗ってほしいのだが。ええ、喜んで。どうぞおかけください。それで今日はどのようなご用件で。この仕事も軌道に乗ってきたようだね。ええ、少々緊張感に欠けるのがたまに傷ですけれど。我慢してくれたまえ。我々も今は民間人なのだから。そうでしたわね。まあ閣下の生まれ故郷でこうして過ごせるのは光栄ですけれど。カノーネ君、今は所長と呼んでほしい。失礼いたしました。謝るほどのことではないが。入ろうか。天気も崩れてきたようだ。この手紙は。所長、どうかなさいましたか。
いや、市長宛ての郵便物がまた間違って届いてしまったようだね。この事務所も元は彼の家だったから無理もない話だが、やれやれ、私が届けてくるよ。え、今からですか？ですが、今にも雨が。何？すぐ隣だ。振られても心配はないさ。君は定期連絡の方を頼む。あ、はい。あの手紙は。あの手紙の貼り方は情報部で使っていた特殊なものだ。手紙の内容はフェイク、本文は封筒の貼り合わせ方に暗号化されている。発着場へ来られたし、元情報部の人間が私を呼び出している。おそらくは私に投げつけたい暗い感情を抱えて。行かなくてはならない。元情報部将校として。彼らの人生を狂わせた張本人として。お待ちしておりましたよ。君か、センダー。お久しぶりです、大佐。お元気そうで何よりです。もう大佐ではないよ。何度説明してもなかなか分かってもらえないのだがね。いえ、本日はあえて大佐と呼ばせていただきます。大佐、あなたにお尋ねしたいことがありまして。僭越ながらこうしてお呼び出しさせていただいた次第です。私に答えられることなら何でも答えよう。遠慮はいらない。納得のいかないことがあるならいくらでも言ってくれ。大佐、ではお聞きしますが、なぜ軍を辞められたのですか？あなたの愛国心はどこへ行ってしまったのだ？君は軍職に復帰したようだね。ほっとしたよ。君は士官学校でも特に優秀だった。私にさえ出会っていなければ、私が巻き込んでしまわなければ、今頃は左官の位を受けていてもおかしくはない。本当にすまなかったね、大佐。自分は決してあなたを責めているわけではありません。あなたは誰よりもこの国のことを考えていた。その愛国心は真実本物でした。
自分はそれについていくと誓い、実際幸福であったのです。確かに今となっては好みの昇進は難しいでしょうが、そんなことはどうでもよい。自分は軍に復帰し、再びこの国のために尽くしている。自分はそれで幸せなのですから、あなたを恨むつもりなど初めから毛頭はありませんよ。だが大佐、あなたはどうなされたのですか。あれほどまでにこの国の将来を憂いていたあなたが、もう一度この国のために立ち上がろうとはせず、早々に軍を辞めてしまった。そして今は会社を立ち上げ、金持ち相手に商売をしているなどと、あなたの愛国心はどこに行ってしまったのか。大佐、軍へお戻りください。あなたは軍職に復帰し、そのお力を発揮なさるべきです。すまない、私はもう軍には戻れないのだ。なぜ？なぜですか！あなたはもう十分すぎるほどに償われた。モルガン将軍もカシウス准将もあなたの復帰を待っていらっしゃいます。我々は皆それを心待ちにしているのです。なのにあなたはどうしてそのような顔をして、自分に謝るのですか。センダー、私は決して愛国心を捨てたわけではないのだ。むしろ私は大きな罪を犯した。あれだけの事件を引き起こして多くの人々を巻き込み、その多くの人々の助けで己の過ちに気づいたというのに、私の心は何も変わらなかったのだ。大佐、あれほどの大事件を経て、なお私の国を思う気持ちは全く変化していなかった。今でもリベールのために尽くしたいという盲目的な衝動に駆られてしまう。私はクーデターを計画した頃と何も変わっていないのだ。私はそれを恐れた。そんな。では愛国心が消えたわけではなく、持ち続けているからこそ軍には残れなかったと。すまない、君に話せる道理はなかった。君たちを巻き込んだのは他でもない、私であるのに。本当に申し訳ないと思っている。あなたはそんなはずはない。あなたはもっと
だが誤解しないでくれ。センダー、私は決して己の弱さから逃げ出したのではない。降格や処分を恥として軍を離れようとしたのではないのだ。私はあの後長く考えた。本当はどうすればよかったのかと。どこで道を誤ってしまったのかと。そしてある時気づいたのだ。自分が見落としていた重大な事実に。私は情報部を設置し、国を守るための情報を集めた。それなのに、私という人間は情報というものがどこにあるのか、まるで分かっていなかったのだ。情報は単独で存在するのではない。それを用いる人々の間にあって、初めて情報は情報として存在する。そして立場や見方によってその価値は大きく変わっていく。私の愛国心が歪み始めたのは、愚かにもそれに気づいていなかったせいなのかもしれない。自分に見える価値を絶対だと思い込み、私はいつの間にか自分に都合のいい情報ばかりを集めていたようだ。そしてその結果、この弱い心を支えるために強い力を探し求めてしまった。あの時の私には軍とは異なる視点が必要だったのではないかと思う。軍のように国と民のありさまをシステム化して見る視点ではない。この国にとっての不利益を切り捨てていくのではない。リベールと諸外国を広く俯瞰し、自由な視点からより多様な情報価値を見出していくべきではなかったか。それを可能にするのが今の会社というわけですか。そうだ、私にもこれが過ちを繰り返さない確かな方法なのかはわからない。考えを巡らせるより先にするべきことがあったのかもしれない。だがこの国には新しい視点が必要なのではないかと思い至った時、私は軍職を辞する決意をした。軍は軍で情報機関を作ればいい。准将がいらっしゃるのだから私が心配することはないだろう。しかし民間にはそのようなものはない。組織的な情報収集と正確な分析を行おうという考え自体がまだないのだ。だから私は一民間人として R&A リサーチを起こした。今これをやるべきなのは自分なのではないかと信じて。もう軍には戻らないのですね。軍に未練がないといえば嘘になってしまうな。しかし私はこの国を支えるもう一つの目になりたいと考えている。センダー、これが今の私の新しい愛国の形なのだ。どうか分かってほしい。あなたは卑怯だ。あなたのお考えは正しいのでしょう。あなたはいつも正しく、反論の余地はない。だが
もうリベールの明日を切り開くとおっしゃったあなたではない。もう会うこともないでしょう。違う、そうではないんだ、セン。私は決意を秘めて新しい道を歩んできたつもりだが、この選択が正しいなどと確信しているわけではない。今も迷い続けているのだ。いまだにこの道もまた間違いなのではないかと不安に駆られているのだ。私には純章のように一括する力はない。やはりダメだな。私は所長、カノーネ君か。戻りましょう。風邪をひいてしまいますわ。カノーネ君、私はきっと彼も戸惑っているだけなのです。あの情報部の熱気が忘れられず、どこかに心の居場所を求めてしまうのですわ。でもいつか分かってくれる日が来ます。私もそうでしたから。そうか。そうだったね。戻ろうか、カノーネ君。はい。やれやれ、ずぶ濡れになってしまった。カノーネ君、平気かね。ええ、私の方は問題ありませんわ。士官学校時代のサバイバル訓練を思い出すくらいです。所長こそ早くお着替えになってください。ああ、私も平気だ。サバイバル訓練も苦手ではなかったからね。いえ、しかし。暗号化通信だね。定期報告でディーレンスが気になる情報があると言っていました。関連情報が入ったのかもしれません。なるほど。ということは共和国方面で何かあったか。ああ、私だ。だから大佐はやめてくれ。ああ東方人街か。あそこにはまだ情報屋を置いていなかったな。あ、わかった。こちらでも探ってみよう。あ、君も無茶はするなよ。何か動きが？東方人街にまた両兵団が入ったらしい。イエーガー、赤い星座。かなり大きなグループだ。ここのところ動きが活性化してますわね。少なくとも裏社会の勢力構想が激化する可能性はあるな。
旧情報部の網だけでは状況は把握できそうもないか。これは私が出向いた方が良さそうだ。やはり私には迷いがある。私の愛国心は結局何も変わらなかった。変わらないままの自分で果たして正しい道など歩めるのだろうか。そもそも人の身で正しい道など開けるのだろうか。答えは見つからないが、今はこの信じる道を歩いてみよう。私の間違いを正し、支えてくれた人々を信じて。所長、いかがなさいましたか？あ、カノーネ君か。見送りはいいと言っているのに。そうはいきませんわ。上司の見送りをするのは部下の務めですから。カノーネ君、もう軍ではないのだから、そう固くならないでくれ。ああ、それと一つ言い忘れていた。留守の間、事務所の方を頼むよ。あまり大きな依頼などはそうそうやってこないとは思うが。お任せください。どんな依頼でも懇切丁寧に対応いたしますわ。所長が小さな依頼を受けるのを楽しみにしてらっしゃることくらい分かっておりますから。よろしく頼む。君はユリアのハヤブサ。厚かましくも閣下の腕に止まるなんて。カノーネ君、ガンを飛ばさないように。それと閣下はやめてくれ。これを私に。これは軍司令部からの書簡のようだな。軍司令部から？どうして親衛隊の伝令係がそんなものを。何しろ人使いの荒い人だからね。助かったよ、ジーク。この依頼、承知したと伝えておいてくれ。あの所長？その書簡はもしや。まあ、こういうことだ。
出張お疲れさん。こちらとしても赤い星座の動きは気になるから、ついでに探っておいてほしい。やれやれ、この情報は高くつきますよ。順調。Thank you.